ハンバーニック RG505。 充電放置してたらフリーズして何もできなくなっていたので、強制リスタートする方法を教えてもらった。本体を充電したまま放置していたところ、うんともすんとも言わなくなってしまっていました。無情にもグリーン LED が点灯したままの状態。電源ボタンを10秒ほど長押ししたり、思いつくことはやってみたんですが、改善せず。どれ、電源ボタンの長押しやってみましょうかと。グリーン LED にも変化はありません。ということで、困った時は Facebook 質問してみましたところ、ほどなく回答いただけました。12秒間パワーボタンとボリュームを押し続けてください。やってみます。電源ボタンとボリュームボタンを押し続けると、こんな感じでしょうか。あ、画面が表示されましたね。お、画面消えちゃいました。 LED も消灯しています。もう電池がなくなってる可能性もありますね。もう一度電源ボタンを長押しして起動を試みてみます。画面消えましたね。やっぱりバッテリー残量不足なのでしょうね。充電してみます。 USB-C に電源を挿してみます。起動画面出ました。いかにも充電中な画面。起動するための電力が足りないのでしょうね。もう一度電源ボタン長押しして起動を試みてみましたけれども、やっぱりバッテリー充電中を表す画面。しばらく充電させてまた挑戦してみたいと思います。そうですね、5分ほど充電させてからまたやってみましょう。というわけで5分経過。編集だからあっという間ですが、これで数パーセントは充電終わってると思います。起動も電源ボタンを長押しでしたね。ブルーっときました。起動するみたいです。経過を見守ってみましょう。まずはアンバーニックのロゴが登場。ここから先が果たしてどうかと。時間かかったので4倍速再生します。起動アニメーション出ました。うまくいきそうですね。スマートフォンの起動中画面まで来ました。壁紙は自分で変更した状態のものなので、中身まで消えているなんてことはなさそうです。ホーム画面登場。いやはや今回は焦りましたね。よかった、本当によかった。何日もかけてゲームファイルを移行中でしたからね。これで再起動はできても中身空っぽなんて事態になっていたら泣くしかなかったですから。本当、コピーしたゲームデータも無事でした。あまり信頼できない安物の 512GB の SD カードを使用していますので、正直いつデータがぶっ飛ぶかわからないところでもあるんです。バックアップがあるからやり直せるにしろ、リカバリーする時間が惜しいですからね。 Facebook アンバーニック公式グループでアドバイスくださった皆さんに心から感謝いたします。ご視聴ありがとうございました。